どうもおはようからこんばんは、若殿です。クロワルールシグマ、続きをプレイしていきたいと思います。なんとオープニングが変わってますね。おそらく4人使えるようになったので、こういったオープニングになったのでしょう。で、この動画を上げている前に、まあご覧になっていただいたとは思いますが、ルクレチャー編をプレイしていますと、なんとイベントが追加されまして、でその結果フランチェスカ編、ゲームスタート、こちらですねが出るようになりました。なのでこのフランチェスカ編をプレイしまして、まあこのクロワルールの実況は最後となるでしょうね。しかしフランチェスカ編、一体どれだけの話があるのかはプレイしてみないと分かりません。まあカテリナ編、サラ編と、まあ、例の30ステージありましたからね。ちなみにサラ編でメガネつけてますけれども、これはまあ装飾品で買いましたね。もちろん効果はありますね。でこういった装備はあえて消すこともできますね。フランチェスカはあの猫の尻尾ですかね、つけてます。可愛いです。ではプレイしていきましょう。フランチェスカ編です。姫姫言わないでいただきたい。言ってないよ。武器は一つだけですか。ブラッティ・オブ・エビル。大丈夫かね、その名前。まあいい、進みましょう。決定。総国の好機が滑るとき、大体みんなこう出だしてあれこれこう語りますよね。より高らかに歌う五国の騎士が滑るとき、これ長いんですよね。陽と月とは交わらぬ、宋と呉は生きて巡り昼が入りし旗よ。これが我がイランスに伝わる建国の詩。幼き頃から君とそらんじた制服。君っていうのはあれ、ルクレチア、通称ルークのことですね。そんな君と私は戦わなければならない。君に敗北の泥を飲ませねばならない。さっきの戦いの前の話ですか。私は決して負けるわけにはいかない。それが君のためだから。偽善かもしれない。自己犠牲なんて私には似つかわしくない。だけどそれだけが私にできること。建国の死に誓える行いなのだから。遅かったな。このまま来ないのかと思っていたぞ。久しぶりね、フラン。今日はよろしく。くだらん挨拶などは無用だ。私と貴様は敵。じゃれついている暇など。昔はあんなにじゃれついてきてたのに、まったく可愛くないな。くっついてきてたのはそちらの方だ。だってすべすべしてて気持ちいいから、フランのほっぺって。いいな。今日がどれだけ大事な日なのか、貴様はそれを分かっているのか。うらやましいぞ、ルーク。怒らなくてもいいじゃない。分かったわよ。じゃあ後でね。ルークルークって言ってるとあれね、テイルズ・オブ・ジャビスのルーク思い出しますよね。さあ私と共に来い、ルーク。行ったか。ああ、行っちゃった。危ない。ルークのペースに乗せられてしまうところだった。今日は厳しく当たらなくては。私はこの国を、君を守る剣になるんだ。まあツンツンしているのにもちゃんと理由はあったってことですものね。ああ、左下のアイコン可愛いですね。ふむふむ。まあこの辺はまあいつもと一緒ですね。残りが上が15分って出てますね。ということは、まあステージ自体はルクレチア編と一緒なんでしょうね。これなんでしょう。これなんだよ。なんでしょうね。空いてますが、もう取られたんでしょうか。まあいいや、行こう。まあ、ルクレチア編の最初とほとんど一緒ですよね、この感じだと。我が意を得たり。クリムゾンレイピア。これは
なんで、なんで照れてるの。なかなか良い品だが、私にも扱えそうだな。これまでの鍛錬の成果を披露する良い機会かもしれないな。他の武具も隠されているのかもしれない。注意しながら進んでみるか。剣が好きなんですかね。そこ集中。ほうほう。敵の場所って分かりづらいんですよね。だから一旦こう引いて全体見てから動いてるんですが、やっぱり近づくと後ろの敵見づらいですもんね。さて分岐ですね。全ルートクリアとかなんかそういうのを面倒いんですかね。かわいいですね。良いものに巡り合ったな。見たことある剣ですね。次がボスですかね。あ、確かなんか中型の敵が出てくるんですよね。魔法を打つようになってきた。で、次の階層から敵が強くなるんでしたね、確か。さて次は C ですね。まあまだ3発で倒せる分マシですね。赤い敵みたいにね、あの3発で倒せないみたいな感じだとなかなかきついっすね。さあ分岐ですね。あの魔法使いが多いのは本当嫌なんですよ私本当に嫌。あ、せっかくコンボ強くたのに一撃もらっちゃいましたね。で、こういうコンボが続くのって一回こうコンボ途切れると気が緩んじゃいますね。結構ゲームにあるあるじゃないんですかね。まあまあ激しいかなと思いますがね、今までのカテリナ編やアンチャン編に比べたら大したことはないですね。この30層やばいですよね。あれ後半とかもう中型の敵が出すぎで。おっと、まだいましたね。我が意を得たり。ロードノーブル。ああ、対空のやつですね。
このボスどんなんでしたっけね。来るでしょう、分かってますよ。煽りますよ。当たっちゃった、ごめんごめんなさい。もうそして浮かおいはしない。さすがに何回もクリアしているわけではないですからね。結局通常攻撃が一番やっぱり使い勝手いいんですよね。隙がないで、ないので。当たらない、当たらない。慣れてると言いつつ結局空襲の敵には対応できない。あとは無理だね。さて次は B ですね。結局会話もなしにどんどん進みますね。王子もね使いたいんですけれども、こうルクレチア編とかフランチェスカ編で王子を使わずにクリアすると、クリアするっていう実績が確かあったはずなんですよね。まあ見てみたい方は実際にプレイしてやってみてくださいというわけで一旦区切ります。